ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録頼んだぜ。皆様の登録がうぷ主のやる気につながるぜ。明治維新後は、様々なハンガーは正しい動きをするわね魔理沙。ああ、改易になったりする大名もあるし、藩から地藩寺に名前が変わるのもそうだな。天皇陛下も、江戸改め東京に入られた。大きな転換期だったのはみんなも知っているだろう。さて、いろいろな動きがある中、とても大きな勢力があっただろ？どこだと思う？加賀藩や仙台藩なんかが思い浮かぶけど。まあ、仙台藩も大変なことになったわけだが、徳川家の存在だよ。ああ、一番重要な存在じゃないの。確か改易はされていなかったわね。徳川800万石という言葉がある。まあ旗本が半分として、総国高400万石くらいだろうか。それが70万石に転封となったわけなんだが、江戸は新政府が抑え、新たな領地が必要になるだろ。そういえば、70万石に減らされたとはいえ、それでも大半ではあるわよね。移動先の選定が大変だったんじゃないの？まあ、そういうことだ。選定にも条件があるしな。今回は徳川に巻き込まれた8つの藩の話を知ってほしい。よろしく頼むわね魔理沙。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。あら？今回は場所を教えてくれないのね。まあ、たまにはいいじゃないか。それはそうと魔理沙。簡単に違法と言うけど、移動側も負担が大きいわけだから、相当な理由がないとダメなんじゃない？そういうわけだ。そもそも新政府は、最初朝敵に認定した徳川家を滅ぼそうとしていた。そんな中、新政府の中核であった、三条実美らの尽力があって存続することができたんだ。もちろん徳川慶喜が相続できるわけではなく。ねえ、私は水戸で当分謹慎しているから、あなたが徳川家を継ぎなさい。わかったわね。よくわからないけどわかった。大丈夫かしら？まあ、徳川家里はこの時数えで6歳だった。こういった反応も仕方がないよな。とはいえ、徳川家16代当主になったわけだ。まあ先代が剃髪などをして、責任を取るなんて話は結構ありますよね。それで、この徳川家里さんはどういう立場の人なの？11代将軍家成の弟、徳川成政の子孫だ。御三教一橋家の初代当主、徳川宗忠の系統にあたるな。吉宗の三男の子孫にあたるわけね。年齢も若く、納得の人選と言えそうね。府中はとてもいいところよ。ここで私たちが手助けするから、一緒に頑張りましょうね。どうしていいところなの？大権現様が本拠地にした場所だからよ。ここで、大権現様が天下を取る基盤にしたわけだから、あなたも頑張りましょうね。はーい。ああ、そうか。それなら求心も納得して移動できそうね。でも、今までここに住んでいた人たちを追い出すんでしょ？その人怒らないの？大丈夫よ。何せ彼らはみんな不代大名だから、いざとなったら聞いてくれるはずよ。そうなんだ、それなら安心だね。でも、蘭はついてきてくれないの？しばらく一緒にいるから安心しなさい。信頼できる部下もつけるからそこで府中を盛り上げなさい。はーい。とまあ、このように新政府は、こういったことにも配慮した可能性はあったのだろう。引っ越す場所が総領の地なら、不満も出にくいし、戸様でなく不代なら文句も出しにくいわけね。この時、移動対象にあった藩は8つあった。なんと、7藩が不代だった。これは文句は出しにくいよな。確かにそうよね。さて、最初府中藩と名乗っていたわけだが、これは府中を意味するということで、明治2年1869年6月に、名を静岡藩と改められた。明治時代にはそういう話が多いですよね。大阪は、士族が敵に転げ落ちるからと、大阪に改名したりねー。まあすぐに廃藩置県になるんだが、家里は静岡で渋沢栄一と大久保一郎などの指導を受けて、お茶などの殖産興業に勤めたという。家康創業の地ということで、この静岡への移動は多くの人々がついていった。
給料が少なかったり、なくても希望するものが多かった。どのくらいの人々がついてきたの？幕臣のうち希望者が6500人だったという。数年後には、静岡県にいた旧幕臣は1万3000人らしいので、家族を入れるともっとだろうな。うわぁ、数万人単位の大移動だったのね。これは受け入れる方も大変だなぁ。吉野部も約束通り、明治2年1869年に静岡に移ってきて、明治30年1897年までこの地で暮らしたという。徳川家康とも一緒に暮らしたのね。いや、その2年後に廃藩置県があって、家康が東京に移住したんだが、吉野部はついていかなかった。これには様々な理由があるようだが、勝海舟などの求心が許さなかったという話がある。まあここに来ると、求心の方が力が大きくなるから、言うことを聞かざるを得ないのかもね。まあ、求心の配慮は大きかったのだろう。家里は、廃藩置県を東京に移住し、新築した千駄ヶ谷の屋敷に住んだという。その後、明治23年1890年に貴族院議員となり、明治36年には貴族院議長となった。昭和8年までだから約30年だ。おお、すごいじゃないの。総理の話が来てもおかしくないわね。実際、首相に推薦されたこともあったようだ。しかし、こう言ったようだ。私には自信がありません。まず大臣の経験がないからです。経験がない者が、大命を受ければ、皆の迷惑になります。私は貴族院の議長として、皆の支えになっていきたいです。他の優秀な者に任せなさい。これは、失敗して一門に迷惑がかかる可能性も考慮したのだろう。まあ、目の前で吉野部が大変だったという話を知っているから仕方ないわね。まあそんなわけで、家里は貴族社会のドンとして誇り高く生きる道を選び、昭和15年1940年に、76歳で亡くなった。なるほどねー。徳川家静岡移動の話はよくわかったわ。出て行った大名の話も知りたいわマリサ。そこが重要だよな。さっき1万人以上が入ってきたと言っただろ。3万人近くが新天地に移動することになったそうなんだ。結構な規模よね。それで徳川家は、最初江戸でしょ？今の静岡県に移動したのよね？ああ、70万石の内訳は、駿河と弟三河の3カ国となるわけだ。つまりその3カ国の大名が移動するわけでしょ？譜代で文句は少なかったとはいえ、みんなバラバラに移動したの？そんなことはなく、みんなまとめて同じ地に移動することとなったんだ。これには理由があった。新政府が、彼ら譜代大名の移動先に選んだ場所は、房総の上総の国と、阿波の国だった。房総の地は、旧幕府の直轄地が多く、新政府の直轄地として引き継いだので、みんなで移転するには適していたからなんだ。新政府の人も、結構考えて、移動させているんだなぁと思わされますね。徳川家の移動によって、巻き込まれた大名は7大名だ。彼らも家族を含めて数万人単位で房総へ移動した。実際の場所とのズレは、全員移すための処置もあるので、ご容赦願いたいぜ。それはわかるんだけど、数が合わなくないですか？ああ、国高か？徳川の直轄地や旗本の所領もあったから、70万石には届かないのだろう。いや、それだけじゃなくてですね。ここでは、彼らがどんな大名でどうなったかを軽く説明していこうと思う。まあいいか。よろしくお願いします。まず沼津藩5万石の水野忠則の話だな。沼津藩の幕末の動きを軽く説明しよう。第6代藩主の水野忠弘は、井伊直弼に同調して側用人として幕末期に牽制を振るっていたという。その後、第7代藩主水野忠信は砂漠派として活動した。その影響下、老中に就任して第2次長州政党では、忠信が総大将になる話があったほどだった。なかなかすごいじゃないの。しかしだ、その最中彼は沼津城で病没してしまった。家持ちもこの最中に亡くなったり、この第2次長州政党はグダグダ感が大きいですよね。そういうわけで慶応2年1866年に、
忠信の養子の忠則が家督を継いだ。年はまだ16歳だった。この激動の時代にこの舵取りは大変そうね。よし、幕府のために頑張っちゃうぞ。当初、忠則は張り切っていたようだ。まず出羽の神に叙任し、江戸城大手門番を務めた。鳥羽伏見の戦いが起きると、駿府城に向かおうとしていた。さあ、幕府の敵をやっつけましょう。お待ちなさい。これ以上戦うと朝敵になりますよ。本当ですか？ええ、私は尾張藩の者ですが、殿は砂漠派を粛清して、周りの者に勤労証書を提出させるように命じました。吉信様は、鳥羽伏見で惨敗し勝敗は決しています。これからは平穏さが重要でしょう。わかりました。新政府軍に恭順します。この殿というのは誰かしら？おそらく、徳川義勝のことだろう。この時には息子に家督を譲っていたが、事実上の指導者と言って間違いがない。この義勝は新政府に恭順を示していた。その理由はいろいろあるが、結果的に大きな抵抗をしないことが、徳川家の存続につながると判断したのだろう。義信と関係が悪いという話もあるが、あくまで立場の違いもその理由の一つと言える。敵に走った弟たちの除名にも奔走しているしな。義勝さんの心中が察せられますよね。まあそういうわけで、新政府軍に協力後は、甲州勤番を命じられるが、内通を疑われるトラブルがあった。あら、大丈夫だったの？まあ大事には至らず、明治元年1868年5月に徳川家の移封が命じられると、7月に菊間村の移転が決定した。そして翌月に、沼津城は引き渡されて、忠則は翌年に菊間入りしたという。なお、明治4年1871年7月に、廃藩置県で菊間県となった。そしてその菊間県の歴史は短く、わずか7ヶ月後の11月に木更津に統合され、木更津県になった。儚いわねえ。それで、忠則さんはどうなったのかしら？おそらく忠則は面官になった後、東京に帰ったのだろう。そして、その後明治17年1884年に子爵になったという。その後、宮内省に出仕して大田所参考になり、57歳まで生きた。なるほどねー。他の方の紹介もお願いできるかしら？お次は、松平信俊だな。この人は、信濃高等藩の内藤家からの養子なんだ。信俊は、内藤頼康の九男だったが、滝脇松平家の養子子となって、養父の死に伴い、14歳で家督を継いだ。ということは、実質12から13歳ということね。この時代の人は大変よね。当藩は、神の先輩で一時は立て直しはできたようだけど、どうしようか。信俊は大政奉還後も、旧幕府に恭順の意思を示していたが、まあ同じようなことがあったのだろう。たかが1万石の大名が本気で抗えるとでも？無理よね。わかりました。新政府につきます。というわけで、官軍に勤労証書を提出し、以後は倒幕の立場になった。甲府延平のために一招待を出す動きを見せているな。いくら不大と言っても、朝敵にされるは大した国高でもないなら、抗えるわけありませんからね。そういうわけで、小島藩は移封して、桜井藩となった。この地は、常在藩の林忠孝が治めていた地もあった。ああ、あの脱藩した大名の？忠義を示した方が改易で、あっさり寝返った方が残るのもなんだかなぁと思うわね。まあそんなこんなで、松平から滝脇に改姓した信俊は、治水工事に尽力したという。その後例に漏れず廃藩置県となる。面官後は、沖縄県や工部省の役員となって働き、その力を活かしたという。その後37歳で死去した。ちなみに、桜井県は木更津県に吸収されたが、県庁は、桜井陣屋が使われたそうだ。ということは、この辺が木更津の中枢に当たるのかしらねー。さあ、次に行こうか。田中藩は、最初100年以上藩主の交代が相次ぎ、定着した者がほとんどいなかった。そんな中ようやく定着したのが、本田正則で、本田正成の子孫に当たる人物だな。ああ、本田正信の弟のことよね。そういうわけで、
この地は本田家が治めることになり、幕末になったわけだ。その時の当主が、本田正盛だったんだ。正盛は、第五代藩士本田正興の七男として生まれるが、兄の養子となって、万延元年1860年に、第七代藩士となった。正盛は博学の藩士として知られていて、様々な書物を出しているという。その影響か、幕府の作った学問所奉行にも就任している。おお、すごいじゃないの。そんな彼は幕末の動乱にどう動いたんですか？元治元年1864年に駿府城代に就任した。場合によっては、譜代としての意地を見せるということだろう。しかし、よーし、駿府城を枕に討ち死にする覚悟で挑むぞ。やめておきなさい。あなた方の兵力ではどうしようもありませんよ。尾張の殿もすでに新政府に下っています。それよりも、早めに下って、新たな徳川家を迎え入れることこそが肝要ではありませんか？吉信様も戦いに敗れたか、我々だけでは戦いに勝てないだろう。開城する。こうして尾張藩の説得を受けて、城を明け渡し、新政府軍を通りやすくしたわけだ。尾張藩の影響力って本当にすごいのね。まあ、錦の御旗があってこそだけど。まあそんなわけで田中藩だが、駿府城を徳川家里に引き渡し、阿波長尾に移って長尾藩と改名した。さて、藩校を開いたりして藩士だけでなく、希望する地元民にも門戸を開いたりしていた正盛は、明治3年1870年に隠居した。後を継いだ甥の本田正則の時代に、他の藩と同様に廃藩置県を迎え、長尾県も11月に木更津県に編入となった。もしかしたら、廃藩置県後の編入も最初から視野に入れていたのかもねー。さて、次に行ってみよう。横須賀藩の藩主に塩田敦は、鳥羽伏見の戦いの時点では江戸にいたようだ。どうして顔色が悪いんですか？これは困ったねえ。勤王派と砂漠派が激しい争いをしているよ。どちらにも軽々しく味方ができないねえ。まあ、江戸時代に関わらず、殿様ってのは案外自由に決定はできない。一歩間違うと大変なことになるわけだ。しかも江戸にいたわけだから、対応に遅れたのもディスアドバンテージだった。しかし、助け船が現れた。あなたの悩みは理解しています。戦ったところで勝つことはできません。まずは砂漠派の説得を手伝いましょう。本当にやってくれるのか？それはありがたい。うまくいったなら、新政府に降伏するよ。お任せあれ。例のごとく尾張藩などの協力により、砂漠派への説得が功を奏した。これによって、2月には教準を決定し、ただ敦は4月には京都へ移動した。そして、東海道や江戸や京の警備を行ったという。まあ、砂漠派も勝てないことは分かっていたのだろう。他の藩も恭順するわけだから抵抗したら一斉に攻撃されそうだしねー。こうして、横須賀藩は阿波花房藩営法となった。そして、同様に廃藩置県で花房県となり、その後木更津県に吸収されたんだ。3年くらいでは歴史もそれほどなかったんでしょうね。さて、次は5藩目だな。浜松藩なんだが、覚えはないか霊夢？覚えているわよ。マリサーの時はなんてことしてくれたのよ。痛かったのよ。まあまあ、あれでも手加減していたんだよ。アリスには本気でやったけどな。そのうち、アリスに呪われるんじゃなかろうか？簡単に説明しておくと、その昔井上政元が浜松藩を治めていたんだが、酔っ払って農家の奥さんを襲って懲罰的天風を受ける事件があった。水の忠国が代わって浜松に入ってきたんだが、その忠国も失脚で、また井上家が浜松を治めることになったんだ。この時、繊維の技術を持ってきて、それが後の浜松の産業振興につながった。まさに怪我の巧妙だぜ。喜んでいいのか、悪いのか。さて、この浜松藩の最後の当主、井上正直なんだが、老中を2期務めた人物だ。その際に、横浜鎖港問題や家持ちの徴収政党の際には、大阪にいたという。そうねえ、もう幕府に力はないわね。仮に幕府についても本領でどうなることか。
もし幕府が政権を返上したなら、早めに新政府に味方した方が賢明ね。こう思っていたかは知らないが、老中という立場で江戸の政治に力を入れていて、浜松の政治は重臣に任せていた。まあ、内部にいてたら、幕府の実情もよくわかりますよね。そういうわけで、正直は大政奉還の段階で新政府に恭順を決定したようだ。鳥羽伏見の戦いの直後の2月には、総督府に恭順の上申書を提出した。東海道や甲州方面の警備に努めた。浜松城を預かった際には、清水の次郎長を登用して、治安維持をさせていたという。ああ、あのドラマでも有名な人よね。まあ、治安維持にはこういった人の力も大切なんでしょうね。こうして井上家は、上総の鶴舞に異邦となった。移動した7藩の中では巨大勢力だった。と言っても、10万石にも満たないので、新政府に立ち向かっても勝負にはならなかったんでしょうね。浜松城を徳川家に引き渡すわけだが、途中天竜川決壊に対応する不審や、明治天皇の投降で延期された。引き渡しは12月に行われ、井上の移動は翌年の1月だったという。この地域の多くは旗本の所領だったので、土木工事を行ったという。ああ、小さな勢力だと大きな不審ができませんよね。まあ、それによって住民の負担が大きくなったなんて話があるようだ。とはいえ、数年だけの統治なのに浜松の養蚕の技術を導入したり、新田開発に注力しているのは、それなりに大きな藩だからできたことだろう。そんな鶴舞藩も、他の藩同様に廃藩置県で、鶴舞県となって、木更津県に編入されるわけなんだがな。木更津県ってすごく大きな県だったのかな。6藩目に行ってみようか。掛川藩の大田助義である。大田道館の子孫だと考えられる。ああ、あの渋沢栄一が尊敬している人物よね。ここを治めていたのね。これは抵抗することはできないな。下手に動けば一巻の終わりだから、家臣の忠告を聞こうか。それもそのはずで、助義は8歳で家督を継いで、この時は13歳だった。おそらく何もできなかった可能性が高い。そりゃあ、そうでしょうよ。そんなわけで、おそらく家臣の指示に従って、駿府城の警備をやめて、ほとんどの兵を帰還させた。その後、恭順の上申書を提出して京都へ向かった。その迅速さを評価されたか、新たな官位を受任されたそうだ。そして、上総の山部軍へ異邦となり、最初は芝山藩だったが、明治4年には松尾城を築き、松尾藩となった。たった数年なのに、動きがすごいわね。しかも他の藩と違って、石高が少し増えているのも大きな点ね。まあ、先ほどの官位を受けたというのも大きな影響があったんだろうな。それに、助義の手腕もすごかったという。ああ、そうなんだ。助義は、藩校や病院の創設に尽力し、養蚕や、商品の販売にも力を入れたという。その後例のごとく、廃藩置県で免官になるが、その後は教育や芸術関連に多大な貢献をしたそうだ。いいじゃないの。最後は、相良藩だ。とても有名な藩だよな霊夢。田沼意次の所領で有名よね。関係があるの？ああ、とてもあるぜ。なんたって最後の当主、田沼意隆は田沼意次のひ孫にあたるんだ。田沼意次失脚後は、一旦むつ下村に移されたが、意次の息子の時代に相良に復帰となったんだ。そんな経緯があるのねー。ところでなんで焦っているの？徹底的に天狗どもをやっつけたけど、お金を使いすぎて家臣が切腹しちゃった。身を隠さないと。そういうわけで、彼は一旦身を隠していたことがあったという。天狗党の討伐の際に過酷な処分をして恨まれたからだろう。鳥羽伏見の戦いには参加したが、その際に行方をくらまして、七藩の中では一番遅く恭順の意思を示したという。まあそうは言っても、新政府も恭順してくる勢力を無下にはできない。上総の小久保村へ異邦が決定された。よかったわね。沖高は、新領土の整備があったので、東京で待機し、新領土に入ったが、すぐに病死してしまい、
養子が継いだ。あらららら。その後養子の田沼沖成が相続し、藩校づくりに尽力し、士族だけでなく平民も入学できるようにしたという。そして例のごとく、廃藩置県で、国母県になって、すぐに木更津県に統合されたんだ。以上が、七藩の移動の経緯だな。徳川家が入るということは、出ていかないといけない藩がいるわけだ。そして、彼ら七藩は早い遅いがあるとはいえ、結果的に標準した。譜代とはいえ、数万石程度では対抗できないだろうからな。実際対抗した林さんですら、領地で挙兵はできなかったわけよね。納得のいく話ね。会津や仙台藩などが対抗できたのは、本拠地に遠かったり、国高もある程度あったのも大きかったのだろう。それに加えて、尾張藩の説得も大きかった。勤王証書を提出させることによって、統制軍はほとんど戦闘がなかったという。まあ、戦力もあるし、仮に激しい戦いがあったら、国力が疲弊することを考慮すれば正しい判断だったのだろう。なるほどねー。だから譜代がすぐに標準してもあっさりと、認めてくれたわけね。そして譜代だから、移動もしてくれると。みんなはこのことをどう思う？様々な影響が出たと思うんだけど、ぜひコメント欄に書いてほしいぜ。それでは説明終わるぜ。ちょっと待ってよマリサ。一つ説明していない藩があるんじゃないの？この堀江藩というのは移動しなかったの？ああ、ここか。ある理由で移動しなかったんだ。彼の悪事が大きく関わってくるんだが。すごく気になるじゃないの。すぐに教えてほしいわ。じゃあ、この藩が大名になった経緯とこの移動に巻き込まれなかった理由、そしてその末路を紹介するぜ。よろしくお願いします。まずは、この背景の場所を説明しようか。ここは堀江城跡なんだ。今回の舞台である堀江藩、後の堀江県だ。そして大沢家について少し説明しておこう。大沢家は、戦国時代今川家についていた。しかし、大沢元種の代に家康に降伏した。簡単に降伏したというわけでなく、主君の氏真に許可をもらった上での降伏なので、義理がたいといえば義理がたいよな。それを許可してくれる氏真もいい人ね。まあそんなわけで、家康に仕えることになった大沢氏だが、一つ大きな属性があった。それは、藤原北家寺明院家の一族だったという。なるほどね、事実か不明だけど、朝廷との関係が深いわけね。じゃあ江戸時代高家になったのかしら？ああ、高家とは江戸時代の職名で、朝廷との仲介や、霊峰指南役として活躍をしたよな。まあ、吉良上野介助が浅野匠の髪に切られる事件は有名だけど、吉良も高家よね。高家の起源は諸説あるが、足利尊氏の鷹を取ったか、公家役坊の混同を防ぐため、高家に変えたという説があるな。まあ、元種の長男元家の時代に徳川家康が征夷大将軍に任じられた際、その儀礼を司ったのが始まりと言われている。まあ公家の子孫で、こういった儀礼に参加できる能力があるということは、高家になるのは当然よね。しかも、江戸時代に入ると平和になっていくから、儀礼がさらに増えて重要な役職になるわけだ。そして高家は基本、1万石未満なので禄高が少ない。だから大名に付け届けを受けて、それで生計を立てているものが多かった。なるほど儀式指南の授業料よね。でもこういう人って、プライドが高そうよね。そうだよな。やはり公家の子孫だったり、織田家や畠山家などの名家の子孫も多い。それでマウントを取る者も多かったという。赤穂事件も吉良の態度が悪かったのかもね。それは知らないが、将軍家慶の日光参拝の際には、下見に行った勘定奉行が宿に入っていた伊達家を追い出して、野宿をさせたなんて話がある。ええ？あの大大名を？勘定奉行程度なら、大名ではないでしょ？それだけ、幕臣の重要な役職の人物は権力を傘にかけたのだろう。そう考えれば高家はそんなものじゃないんだろうな。吉良さんも横柄な態度があったのかもしれませんね。
そしてそういう態度を取り続けていたとすれば、他の大名はどんな気持ちになったか、それを踏まえてみてほしい。了解よ。さて、時を少し戻す。源氏元年1864年に禁門の変が起きていた。それを見ていた人物がいた。ねえちょっと、一大名と幕府が戦っているじゃないの。そうね、チルノちゃん。でも、やっぱり幕府は強いわね。勝ったと言っても、薩摩芋と合図がついたからでしょ。大規模な戦いは島原の乱以来じゃないの。そうねえ、大名同士の争いは大阪の陣以来よね。それ、天変地異じゃないのよ。万が一のことを考えなきゃ。さて、この戦いを見ていた人物こそ大沢元澄だった。先ほど紹介した大沢家の子孫だ。この戦いを見て、幕府の終焉を予感したのかもしれない。様々なことを思案したようだ。幕府が勝ったとはいえ、武力で抵抗する勢力が出てきたわけだしね。元澄の危惧は的中した。慶喜が将軍になると、すぐに政権を朝廷に返上する大政奉還が行われた。そして、その際に大政奉還の上奏文を、朝廷に届ける役目を果たしたのが彼だった。御所で、飛鳥井正則に渡した。飛鳥井は、慶喜が将軍になる際にも、将軍選挙を直使として、伝線している人物でもあった。後部合体派の人物でもあったわよね。さて、大沢元澄なんだが、その際にこのような話を聞いた可能性がある。ご苦労様です。そういえばこんな話を知っていますか？江戸幕府が終了したら、新たな身分制度ができるそうですよ。どんな身分制度なのよ、早く教えなさいよ。まあまあ、演技くらいうまくやってください。藩邸列士族平民の3階級にする構想があるそうですよ。なんか難しそうね。値はどうなるの？そうですね、あなたは3500国の高家旗本ですから、士族ですね。藩邸列は1万石以上の大名しかなれません。なんなのよそれは、私が、あんな田舎侍どもと同格だというの。あくまで、構想ですよ。徳川家が生き残れるといいですね。高家にもランクがあった。それは三公というもので、礼儀作法に精通している高家肝入りと、高家職についている高家旗本を置く高家がそれだ。ちなみに、無役幼少の場合は、表高家と区別され、藤原の道長を先祖とし、大沢家はその子孫が建てた家柄だったんだ。高貴な一族ということで、プライドの塊になっていそうよね。それだけじゃないぞ。出入りはあったが、高家26家の石高を見てほしい。大沢家は2位だろ。一番の畠山は三冠霊の名門よね。それに次ぐ石高ということは、高家の中でも力がありそうよね。まあそうなんだろうな。だからこそ、彼は今まで下に見ていた一般武士と同格になるのを心から嫌がった。私たち高家は、旗本の中でも第一位なのよ。あんな田舎どもと一緒に扱われるなんて絶対嫌よ。そうよ、幕府が勝って、慶喜が復権すればいいじゃないのよ。しかし、その望みは絶たれた。鳥羽伏見の戦いでは、幕府軍が新政府軍に惨敗し、慶喜は家臣を置いて逃げ出した。ああ、幕府は本当に終わるんだわ。でもあんな奴らと一緒は嫌よ、なんとかしないと。大沢元澄は、家臣たちと話し合いをして、裏技がないかを考えたわけだ。あ、あるんですかね？そんな裏技が？さあ、今のうちに大名になっておくわよ。簡単じゃないの。一万石にすればいいんだから。チルノちゃんそうは言うけどそれって3倍は必要なのよ。どうすればいいの？ふふ、あたいってば天才ね。まず城の北の大草山を開墾することにすればいいのよ。なるほどね。でもその山って標高100メートルほどでしょ？大した面積にならないんじゃ？ふふ、この湖を開墾すればいいじゃないの。あたいってばやっぱり最強ね。ちょっと待ってよチルノちゃん。そんな埋め立てなんて簡単にできるはずじゃないの。うまくいきっこないよ。徳川の時代は終わりなのよ。早めに新しい新政府に味方すれば問題ないはずよ。なんたって、私は朝廷とのパイプがあるわけだしね。大ちゃん頼んだわよ。大丈夫かな？なんと、浜名湖の湖面を今後開墾する土地として計上に入れてしまったんだ。大沢家の表高は3550国で、実高は5485国だった。つまり約4600国必要だったんだ。そこに、先ほどの山の開墾予定と、湖面の開墾予定を計上して、4521国を足して、1万6国でしたというわけだ。ちょっと待ってよマリサ。湖面の干拓なんて難易度は高いだろうし、
そんな無茶苦茶な言い分が通るわけ？当然普通ならこんな申請は通らない。しかしだ、明治維新が起きたどさくさである。しかも、皇家で朝廷とつながりがあることが生きた。慶応4年1868年2月には、すぐに長身になることを願い出た。そして、江戸にいた皇家をまとめて、全員幕府から転じさせた。それだけでなく、新政府軍の皇軍にも超協力的で、それが功を奏したか、むちゃくちゃな大名申請は認められた。ふふ、やっぱり正義が勝つのよ。私だけ皇家から大名になれたのは、日々の努力の賜物なのよ。本当かな。しかしだ、やがて徳川が駿府に移動することがわかった。それじゃあ、バレてしまうんじゃないの？おそらく。え？徳川家が来るから移動してくれ？ダメに決まってるじゃない。私たちは干拓で忙しいのよ。たかが1万石程度の大名がいたって、そんなに困らないでしょ？なるほど。どれだけ不自然だったかというと、駿府遠江にある藩は、静岡藩とこの堀江藩だけということからも理解できるだろ？そして廃藩置県後も、堀江県として残った。現在の静岡県と比較しても、静岡県、韮山県、堀江県の3県だけ残ったんだ。でも、そんな無茶苦茶な状態普通に考えてまずいし、おかしいと思う人が出てくるわよね。ああ、以前紹介した松倉や真田なんかも国高の水増しをやってたよな。それ自体で処分しなかったのは、基本幕府は内政に干渉しないためだ。トラブルが起きた場合だけ改易などの処分があるわけね。だが、新政府側はこの国高に疑問を持ち出した。少しは反省しましたか、小町？43兆3兆年の地獄なんて辛すぎますよ。しっかり働いたら負けてあげますよ。この前言った調べはできたんですか？はい、堀江県を調べていると、おかしな帳簿が出てきたんです。これは不正をしているんじゃ？なんだこれは？許せないわ。他の藩の人は移動しているのに。小町お手柄よ。約束通り刑期を短縮してあげるわ。40兆3兆年から3兆年よ。ひぃ、まだそんなにあるの？せめて3兆キコ病になりませんか？それってたった3秒じゃないのよ。本気で反省する気があるの？小町は一言多いな。不正が明るみになったので、当然新政府から呼び出しがかかった。釈明することはありますか？実は、その偽帳簿は私が作ったもので、チルノちゃんは悪くないんです。そうですか？奈良市君の監督不行き届きで厳罰ですね。湖なら魚が取れるわ。国高1万石にはなるじゃないの？そんなはずないでしょ？ほら平野と山名も1万石に高直ししているじゃないの。あれはどうなの？私たち山名家は、最初から申請しているし、幾野銀山接収に協力しているのよ。だから、問題ないよ。だそうですよ。ちなみに平野も新政府に協力的だったから正式に認められたのよ。あたいだって、新政府に貢献をしたわよ。おかしいじゃないの。まあ、確かに彼の言い分もごもっともね。なぜなの？まあ根回しの問題も大きいだろう。そして、その二家は不正をしていなかった。そして、あなた、干拓を急ぐため農民を酷使しましたね。みんな怒っていますよ。そして、なんで、私たちだけ自腹切って移動しているのに、お前だけ免れてるんだ。サナエを呼んできて罵倒させまくってやろうか？私なんか命を狙われたのよ。どうしてくれるの？高家かなんだか知らないけど、偉そうにして。あんたなんか大嫌いよ。ふふ、みんなでいじめてあげるわ。ひええ。このように、高家は偉ぶっていた。なので他の大名などからも恨まれていた可能性が高いとウプ主は考えている。なるほどね。さあ、みんなでいじめるわよ。いやー、助けてー。まあ実際にこんなことはなかっただろうが、このくらい考えていてもおかしくなかったんだろうな。本当かな？反論はなさそうですね。それではあなた方に罪状を言い渡します。地獄に落ちろ。いやー。まあ、武士にとって、平民や士族に落ちることは、地獄落ちみたいなものですよね。新たな時代の幕開けですから、こういった見せしめも必要かもしれませんね。それで試しに7大名を呼んだら、皆危機としてやってきましたね。相当高家を恨んでいたのかな。さて、この事件の判決を見ると、
家老の金沢利勝ら5人の家臣が重い刑になっている。なので首謀者はあくまで藩士ということにしたんだろうな。それに主君が乗ったということね。ああ、そして大沢の罪は、国高の偽装の提案に乗った罪と、粉飾された帳簿を出させたという二つの罪に問われたわけだ。さて、その後大沢元澄がどうなったかを見ていこうか。彼は領地権をなくし、120国を家禄として与えられた。ああ、完全に没収というわけではないのね。まあ、どの高家も同じようなものだったという。しかし、干拓費は免除されたが、藩債の返済をしろというのだから、生活は大変だったんだろう。その後、出版や新聞発行に携わって孤高をしのぎ、明治44年頃まで生きたという。明治32年1899年には、旧幕府師団会という会合に参加して、様々なことを語ったという。それでは、あなたが偽装した1万石事件を語ってもら。肝入りになると、様々な役得があったのよ。これはカクカクしかじかなのよ。私が知りたいのは、高家の下垂れは20から30両くらいするのよ。お金がかかるので公家とは滅多に付き合わないのよ。そうじゃなくて、当時のルールはこんな感じよ。いやあの頃は懐かしいな。じゃあね。このように、何回か参加したようだが、語ったのは当時の映画の話ばかりだった。一番知りたかった万石事件には一切触れることがなかったという。気持ちはわかるけどね。みんなはなぜ彼だけ裁かれたと思う？やはり日頃から恨みを買っていたからかな？様々な意見を待っているぜ。また、徳川の移動に巻き込まれた七藩の意見についても、ぜひコメント欄に書いてほしいぜ。皆様のコメントと高評価が、うぷ主のやる気につながりますよ。重要な話を聞きたかったな。そうだわ、記事をクリエイトすればいいじゃない。そうよ、万石事件なんてせこいわ。百万石を偽装した百万石事件とすれば、新聞が売れるわよ。幻想郷の外の大新聞がよくやっている手法ね。幻想郷に取り入れて、たくさん売りましょう。私の腕の良さを見せつけるわよ。あ、あんたも捕まってしまうわよ。永久の仕事がさらに増えそうだぜ。というわけで、徳川家の静岡解放に巻き込まれた八藩の紹介だぜ。まあ後半は、大沢元澄の万石事件だったけどな。こう見ると、徳川家の静岡移動も実に大変だったかが想像できるわね。ああ、徳川の移動と、他の七藩の移動を考えれば当時あのあたりはすごかったことが想像できるわけだ。いずれ、徳川の移動の話も動画にアップしたいものだ。気長に待っているわね。あと、大沢は根回しがうまくいってなかったのかしらね。まあ、単に恨まれていたんだろう。プライドの高さから不正をするということは、まず他人へのあたりも強かったことが想像できる。認められた平野家と山名家の違いはそういった面が大きかったのだろう。そうかもしれないわね。みんなは、こういった明治初期の大名の違法に興味はあるかな？と様々なドラマがあったとうぷ主は考えているぜ。規模は違えども、たくさんありそうよね。それ以外にも興味があることがあれば、どしどしコメント欄に書いて意見をしてほしいぜ。こらあ、なんですか、あのブンブン丸新聞の記事は、大嘘じゃないですか。ひえー、だってその方が売れるじゃないですか。あなたはジャーナリスト失格です。私の処罰を受けなさい。キャー。ほら言わんこっちゃない。みんなもあまり嘘をついたりしたらダメだぜ。いつか大きなしっぺ返しが返ってくるぞ。当チャンネルは今後もどんどん突っ走っていくのでもっともっと応援よろしく頼むよ。それでは皆様、ありがとうございました。